大場武俊シーサイドヴィラの惨劇、第一章、惨劇、ズーン、染み渡るような銃声が何の前触れもなく一発どこかで強然と響いた。 ローザ夫人は姿見の中でハッと顔色を変えたあれは夫人の後ろから贅沢な衣装の細かい着付けを晴れやかに手伝っていた駒使いのショーは手を夫人の細肩に置いたままの格好でみるみる血の毛をなくしていたあれは夫人は震えてくる体をやっとこらえるように腕を固く胸につけて。 喉元でたびつぶやいた奥様鏡台の前でお化粧道具の後始末をしていたもう一人の駒使い祝峰は土色になった顔でもう足腰をガタガタ震えさせていた「鉄砲の音でございますわ」もちろんそれは誰にも銃声とは吟味せずとも分かっていた。 夫人はただあまりの驚きに無意味に同じ言葉を重ねたに過ぎなかったのだ三人は鏡の前に思わず寄り添って青ざめた顔で震え合ったあまりにもはっきりと想像される何者かが同じように三人の脳裏にはあったのだ11時50分そして何の気なしに見つめている姿見の中には 彼女らの背後のマントルピースの置き時計がはっきりと時を示して映っていた。1分か2分。呆然としている彼女らの前には記憶には残らない時が過ぎたようだった。と、どこかを走る足音がした。小間遣いたちははっと我に帰った。夫人も自分が何をなすべきか知ったようだ。 テラスの方ね。夫人が誰かの足音に力を得たかのようにドアのほうへ急に駆け出した小間遣いたちもそれに誘われて無意識に続いた廊下に出るとパントリーから出てきた家政婦の杉村米とコックのチャンがテラスへの廊下へ小走りに折れたのが見えた「米」夫人はうわずった声で呼び止めた おぉ、奥様振り返った家政婦もすっかり顔色が変わっていた。ただごとではない。そんな面,持ちが誰の面上にも漂っていた。お前。そばまで駆け寄ると急に弾んできた息で、夫人は後が続かなかった。ええー、奥様。確かに、ピストルか何かの音が。 家政婦はけれど年配の分別で割にしっかりと落ち着いた口を聞いたチャンさんが倉庫に入っていたことを知らなかったものですから探していてちょっと遅くなってしまったのですけれどやはりこの女も走り出してくるのに躊躇していたのだ相棒が見つかってやっと駆けつけてきたものらしい夫人たちは今は群衆心理になって一斉にテラスへの出口へ急いだ その声で急にみんなは立ちつくんだ扉にみんなより一足先についていた料理番のちゃんが扉を外に押し開けるなり金切り声を上げたのだ夫人たちは改めてひどい恐怖が身の内を過ぎていくのを感じたとんでもないあることが全く堅実となって完全に現れたのだ おー奥様、おた大変です料理番が育児ない震え声を上げたわなわなとやけに震える足白人で切られた痛みのように背筋を走る旋律そんなものを辛くもたえてやっと二足み足戸口の方へ進んだ夫人の目に触れたものはああくらくらっと ひどいめまいが夫人を襲ったまああなたとうとう夫人は血の気を失ってよろよろする体をやっと駒遣いたちに後ろから支えられたのだった 2> <laughs> 第2章「廃校誌 R」。 爽やかな秋であでった。そして曇りの日の穏やかな午後であった開港植民地の D 氏と一山越えた背後のもう一つの開港 R 氏とをつなげる淡々と鏡のごとく美しく続いたアスファルトのドライブウェイには1台の大型バイクが軽快なスピードで疾走していた殺されたジェームス・ハミルトンという男は相当な財産家なんですね。 自動車の客 D 警察署の警察医永原医学士がそばにロビークイーンを吹かす後警部 D 警察署捜査課長をおかえりみていった詳しい身柄は判明しませんが出掛けに急いで調べさせたところによると貿易事業のオフィスを D 氏の Y 通り79号館に持ってかなり手広く商売をやっていたようです 国籍は英国人ですが東洋には長いようですやはりそんな財産家だとすると金にまつわる犯罪かもあるいはそうかもしれませんがね例によって剛警部の片腕である小の殺人犯係長が口を入れたしかしちょっとした聞き込みによると被害者は53歳という年齢にかかわらず 封義上しばしば面白くない噂の立てられている男とのことですからあるいは中心は上智の方にあるかもしれないと思っているんですなるほど医学士は感心するように頷いた一時少し前の頃であったか R の警察文書から事件の電話があってそして一行は急遽応援に出動したのであったが さすがに水際だった門出であった自動車の窓には山や空や林や川が絵巻のように流れ去ったそして約40分ばかりすると行く手に海浜の町 R の全景を一望の中に収める峠の上に自動車は身軽に風を切っていたいいねいつ見ても水差しを捨てて 豪警部が事件のことなどは忘れたように明るく言ったニースかなちょっとどこか地中海の沿岸地方によくこんな風景がありますよ陽光代わりの医学士が答えた実際この景色だけは誰も簡単するものだった三四水明という言葉の意味をそのままに具現している著明な風景の中にこれはまた 外国風なバンガローの赤屋根がテラスを持った洋館の白亜の壁が木々に囲まれたテニスコートがほとんど町とは名の付けられないほどに美しく緑の中に点在しているのだしかしそもそもは「アールというこの土地は港町として開拓されたもので古い時代には西欧通いのかごボートなどが 東西から内海を抱いて伸びた半島の外側等に大きなアンカーを投げ込んだものなのだがそれが次第に水移して今は全くの廃校になってしまっていた何がそうさせたのかそれにはもちろんお隣の開港誌 D の木工があったけれど結局のところ港としての R1 には本質的な欠陥があったのだすなわち 満潮潮潮ととの潮の差がはなはらしくそれが水深度の浅いこの湾にはフェータルな不便となっていたわけだったそういう理由でル町は崩れたいくつかの突堤を内海の木並みに表せながら今は静かに眠っていたそしてその代わりには美しい公園が避暑地のごとく噴霜されて ブルジョワや D 氏に大店を持つ商人たちの安息地にレベルを上げていたのであるこんなところでは平和以外には何者も存在しないように思われるのですがね自動車がようやく美しいポプラジュの木高く並んだ並木道に入るとドクトルが不思議そうな顔をしていった全くだ。 警部も深々と木々に囲まれた落ち着いた邸宅を生涯に見やりながらうなずいてだからこんなところに発生する事件は底深いものを思わすのですよ犯罪学者のウルフェンが犯罪の発生環境の中でも言っている高い文化深い教養のうちに保たれている平和の中には 素朴な文化、雑白な教養の間では企て及ばないような凶悪無類の犯罪が芽生える可能性が十分あるものであるってね。だから僕は今度の次元だぞ。必ず恐怖すべき陰謀がうちに潜まされているに違いないと思うのです。不幸にして。 それは正確な予言となって間もなく一同の前に示されたのだった第3章事件現場へかくして一同の目の前に現れた貿易商ジェームス・ハミルトンの別邸シーサイド・ビラはいかにも彼の黄金力と豪射壁等を継承化している代物だった。 イギリス好みの高い鉄柵で囲まれた広い前には、方々から集められたものらしい富士楓ニレ、柚子ら埋め柏等の立派な立ち木古風ではあるが化粧瓦でがっしりと組み立てられた2階建ての住宅お待ちしていましたどうもご苦労さんで。 内理石で飾ったフロントポーチに自動車をつけると待ち構えていた R 文書の司法書人長島警部補がドアに近づいて挨拶した検証は一段落ついたのですね。合警部は後ろに長原警察医翔の殺人犯係長 M 監視技師の一行を従えて長島警部補と並んで石段を踏んだ ざっと一通りは済ませませした。特に家族はおのおの事件とは無関係の別室に関係してそれぞれ監視をつけてありますが死体はそのままにしてありますこちらの警察員にも宣告見せはしたのですが犯人の見当はまるっきりつかないのですね 外部から侵入した者の,の犯行ではないことだけ分かっていますだから権議は必然的に家族の上に向けられるのですが雇い人たちは調べたのですかざっと前後の事件を知るために簡単な尋問をしただけですではとりあえず事件現場を見せてもらいましょう一同の前に開かれた扉の向こうは ちょうどこの家の裏側にあたる広い面積のテラスであった彼らは話しながら玄関から裏へ廊下を突き抜けたわけであるテラスといっても幅3 0ル奥行き2 0ルは海の上に突き出ているコンクリート造りの涼み台で下には客中を洗う塩騒の音が聞こえていたしまた一方の手すりの切れたところからは 海面に降りる作り付けのはしご団があったそしてそのはしごの先にはいかだ式の浮き桟橋がしつらえてあってそれには一台のモーターボートが主人の贅沢をしのばせた顔につなぎつけられてあった強行はここで行われたのですが長島司法主任は現場を一堂に紹介して見られるとおり 非常に限定的なな場所柄なんですここに来るには表玄関を通ってくるか海面を渡ってくるか二つの方法しかありませんでは調査をお願いします一切事件突発当時のままにしてあるはずですから湾のうなもを渡ってくる秋の微風には静かな午後の平和を楽しむ若者たちの 美しい賛美歌のミックスコーラスがどこからともなく乗ってきていたなんという陰惨な事件とは対照している優雅さだろう被害者は椅子に腰掛けられているところを撃たれたのですねテラスのやや片隅に並べられたテーブルセットそのすぐ横にうつむきに突っ伏している主人ジェームスの死体を取り囲むとショーの係長がまず言った。 そうでしょう。先ほどこちらの警察員に見せるとき、ちょっと体は起こしてみましたが、格好は元の通りにさせておきました。この様子を見ると被害者は、その遠い椅子、と一方に転がっている遠い椅子を指さして、に腰掛けていたところを全部より射撃された。そしてその拍子に床の上に点灯して、絶命したのでしょう。 長島司法主任が答えたこの意見にはまず異論はないようだった一同は被害者の周囲にしゃがんで精密にその死体の外貌を観察し始めた被害者は髪の毛の赤くて怖い首の太いいかにも体育のがっしりとした中老の紳士だったスコッチのチョッキの上に豪奢なドレッシングガウンをまとって 美しくし磨き上げたフローシエムスの黒タン靴を履いていたいや死ぬ前に被害者はこの文字を書こうと試みたのですねなるほどそこには人の目を覆わしめるような無残な光景があった被害者の屍の下に流れ出ているおびただしい窒を。その血なまりの中に被害者は自身の手を突き入れて 絶命直前の最後的努力を絞りながら何事か鮮血文字をこの世に残さんとしているのだ L ですね初めの文字はちょっとゆがんでいるがそうでしょう次は1でしょうか愛でしょう最後はやはり愛でしょうか はっきりしないのですがいや終わりの方がかすれてはいるが L ですよすると「LIL」文字にはなっていませんね暗号でしょうかいやまだその次のところに指の跡をつけているところを見ると後にまだ字が続くはずだったのですよ。 ここまでで書いたたら力が尽きたのでしょう。「恐るべき死人の遺言この奇怪な惨事の中にいかなる秘密の呪いが込められているのだろうか」L「LILLIL」人々は白昼なお肌寒い予感を感じながらしばしその文字に瞳を吸われているのだった。 第四章死体検案長原さんじゃあ一つ動かせないというところをお願いします号捜査課長は死体の各部を一通り調べ終わるとドクトルを帰り見て微笑んだ法医学を収めてドイツから帰ってきたばかりのこの青年学とは 極めて無感情な顔色で、早速ワイシャツの腕をまくった。この足跡も有力な証拠ではないかと思うんですがね。女の靴の跡なんです。血だまりを不用意に踏んでドアの方へ大股に走っています。右足しかないが、かかとに特徴があるのが幸せです。ちょっと内側がすり減っています。 長島警部補がちょっと見たのでははっきりしないような血染めの薄い足跡を剛警部に指で示した事件後来た人の足跡ではないでしょうか省の係長が疑い深く反問するといや事件後駆けつけた人々の話を聞くと誰も被害者には恐れて近寄らなかったそうですそれなのにこの足跡は 被害者の胸元の血だまりからついておりますからテラスの手すりコンクリート造りではあるがにいそうていろいろの大きな植木鉢が並べられてそれには相当に大きな干木までが植えられてあった花の咲く頃には定めし見事であろう立派な椿やカイドウさてはアジサイバラツツジの類いが健やかに伸びた幹を並べていた 凶器はどこにも遺棄されていないのだね合計部はブラブラと歩き始めながらいちいちそれらの大きな植木鉢の間まで目を配って調べていった凶器の発見がまず第一なんだがうさんとその時1本の大きなライラックの鉢植えの前にしゃがんでいた M 鑑定技師が突然立ち上がっていった これを見てください。この植木鉢の下に落ちていたんですがね。FN とマークがありますから、ベルギーのファブリックナショナル会社のピストル団の薬莢です。薬莢警部も緊張して歩み寄って。新しいものにそう言わないのだろうね。もちろんですよ。 この通り、まだ跳ね出た時の擦り傷が光っています。誰も人の手には触らなかったと見えて指紋は残っておりません。よし。これで発射場所は分かったわけだ。すると被害者の椅子の向きとも符合することになるからね。それから使用拳銃ですね。これは当然この薬莢から押して確実にブロウニングの3号型ですね。 玉と同じ会社の製品です。凶器と発射場所の推定はついた一同は思わぬ収穫におのずと微笑を交わし合った課長あの海面の浮き桟橋を降りるはしご壇に新しい足跡がついているんですがね男のです抜かりなく立ち動いていた翔の係長がすぐ横合いから剛警部を呼んだ ちょっとこいつくさいと思うんですがなるほどそこには怪しげな新しい足跡があった白いきれいに洗われたケヤのはしご板の上にどす黒い靴の跡が下方から上に向かって次第に薄れてついているのだオイルを靴の底に沈ませて歩いていたのだね 2人は注意深く浮き桟橋の上に降りてみた底とテラスとは7メートルばかり高さの隔たりがあったそこからはテラスの上は全く眺めることができなかった念のため筆者はここに事件現場の略図を添えることにするああ油はここから出ているのだねそれは明らかに修繕中らしく エンジンの各部は修理道具とともに日の光の下に露出させられてあったそしてその付近一面エンジンオイルが真っ黒くこぼれ散っていた二人はしばらくその辺を観察したが別段他に得ることもなく上に上がったちょうどそこでは長原医師が待ち構えていた大体済みましたよ致命傷は左脇腹 左脇の骨下方5センチ。大腸貫通重層です。もちろん、射入口は腹部です。外傷は他に認められません。それから、被害文字を書こうとしているところを見ると、もちろんこれは第三者が書いたものでは絶対にありませんから、少しは存命していたのでしょうが、到底1分とは生きていられないはずの傷です。死後の経過時間は3時間以内。 強行の時刻は届け出の時刻に間違いはありますまいそれから注意されることは湿部関節部に血節の症状が発見されるからかなりひどいロイマチスを病んでいたとさせられることです立ち位は不自由だったに違いありませんなお念のため付け加えますが自殺の疑問は法医学的にも生じませんな皮膚に座礁んも火けどもできていないし 酸化炭素ヘモグロビンの筋肉及び血液の先行色化も認められません顕微鏡検査をすれば確実に言えますが肉眼で見ても支中に貫入した端末は発見されません以上のような学術的検知を離れても選びに選んで横っ腹を前方から打って死ぬなんてことは考えられ得ないことですしそれに被害者の表には 激しい驚愕の表情が残っていることでも自殺ではないことが想定されます一同は大体においてこの検視報告に満足した永原医師は一行より先に死体を病院自動車に乗せて D 氏に帰ることになり警部は事件一切の天末を明らかにすべく家族一人一人に面接することになった 第5章、ファミリー。家族は、読者への便宜上を表にして表すと、次のようになった。主人、ジェームス、53歳。妻、ローザ、32歳。主人の弟、ヘンリー、46歳。主人の甥、ジョージ、30歳。 幼女ドローレス、19歳。なお、雇い人のメンバーは、家政婦杉村春、日本人、43歳。執事ワン、ナ人、56歳。駒遣い翔、ナ娘。同じく宿シナ娘。女中オルガ、ロシア女。 コック・チャンシナジ人コバン・リシナジほかに運転手掃除婦各1名なるほどわかりました長嶋司法主任の説明を聞き終わると開いていたノートをポケットにしまいながら剛捜査課長はうなずいたでは第一に事件のアウトラインを知るために 事件発見者の話から聞いていくことにしましょうか一同は呼び出した召使いの案内で事件発見者ローザ夫人の支室を訪れることになった夫人は突発事件にひどい衝撃を受けて寝室深く体を横たえていたがその頃はやっと気も落ち着いて室内着の上に軽いガウンをまとい快く一同を窓際のドンスバりの椅子に生じてくれた おましてすみません。郷警部は気の毒気に言った今日の事件について詳しく前後の事情を承りたかったものですから夫人は痩せ型の美しい女性だった彼女はまだ恐怖の暗い影の残った瞳を上げてじっと郷警部を見つめたが急に悲しそうな顔になって。 私の代わりに召使いたちが一切の事情を語ってくれたのではなかったのでしょうかとうなだれた簡単には聴取しました長島司法主任は夫人の言葉に横から答えて「けれど私たちはもっと本質的なことを知らなければならないのです」とにかく一応あなたから。 あなたたのののの知っていいる限りり事情は受けたりたいものだと思うのです。わかりました仕方なく答えたものの夫人の態度には気の進まない様子が十分現れていた対面上我が家の秘密を公開することが不愉快らしくもあったしまた彼女は確かに事件の内容を外部にさらけ出すことをひどく他に気兼ねしているふうでもあった では、お尋ねしますが、今朝、皆さんの朝食を取られてから後の行動はもちろん、ご一緒に、ご一同お食卓にお付きになったのでしょうね。そうですの。夫人はしぶしぶ答えた。ちょうど7時でした。それから主人は書斎に帰り、おいのジョージは幼女のドローレスを伴って朝のウォーキングに出かけ、 主人の弟の弟ヘンリーはローザ夫人の顔色はそこまで行って急に乱れた彼女は言ってはならぬことを口にしかかった時のように狼狽したヘンリー氏は警察官たちの目は彼女の躊躇を責めるように一様に鋭く光った夫人はおどおどしたような目をあげた 言えないことなのですかい,いえ彼女は自分の躊躇がかえって警官たちの疑惑を深めそうな形勢に再び慌てて実は何でもないことなのですちょっと主人と衝突したのです原因は昨日ヘンリーがモーターボートのエンジンを壊したのだそうですがそれを今朝の食事の折に主人に告げたからです けれど、それはその場限りで済んだことでヘンリーは間もなく機嫌を直してあとでは口笛なぞ吹きながら壊れた機関の修繕に取りかかっておりました彼女はこんなことが時が時とて事件と関連しているらしく取られてはと心配しているらしかったわかりました衝突は何のことなく済んだのですねはあ、 彼女はうつむいた。それははっきり言葉と反対のものを暗示している態度だった8時過ぎでしたかおいのジョージとドローレスが散歩から帰ってきましたジョージは一旦二2階の自分の部屋へ外出の用意をしに上がりましたが降りてくるとなんだか急に主人と口論を始めた様子でした私は何事だろうと出て行ってみたのですけれど どうしたのですこれは私言いたくありませんの夫人は憐れみを買うような目をして許してくださいませんでしょうかよろしい合警部は傍らで息巻く同僚を目で制して優しく言った夫人としておっしゃりたくないことは遠慮なくおぬかしになって後を続けてください ジョージは怒りながら出て行きました。この二三日なんだか調べ物があるとか言って、毎朝爽やかなうちに博物館だか図書館だかへ通っていましたから、今朝も多分そちらへ参ったのでしょう。主人はそれから書斎に入って書類を調べ始めました。ご主人はオフィスにはお出かけにならなかったのですね、今日は。この一年ばかり、 持病のロイマチスがひどくなっていましたのでお店への顔出しは大変不規則になっておりました第一立ち位が不自由で松葉杖でもないと自分で場所を動くこともできない始末で大抵の場合は私が肩を貸して主人を動かしておりましたのでも今朝は割に体の具合がいいから私と一緒の車で D 市に出ようと言っておりました あなたはどこへ出られるはずだったのですか午後1時半から D 氏のワイホテルに開かれるイギリス領事夫人主催の婦人音楽愛好者ご参会に招待されていましたのわかりましたそれから主人が書斎に入ってから私はまた部屋に戻りそれからお風呂に入ったり何やかやと無駄に時間をぶしてちょうど時間を潰して 11時頃でしたでししたょうか。気に入った34着の外出着の中からどれを着ていくことに決めようかとそれを主人に聞きに出かけたのですするとローザ夫人はそこで再び暗礁に乗り上げたように旗と困惑の色を顔に表して言い踊んだ第6章幼女のペットネーム する気の短い翔の殺人犯係長が夫人のたどたどしい陳述に腹を立てたように苛立った声で後をせき立てた夫人は羊のように弱々しい目で哀れみを凝うように翔の係長を眺めたが仕方なく少なく言った書斎ではドローレスと主人が何事かひどく論じ合っていたのです。 ドローレス城が内容はわからなかったのですか。観念したように夫人は吐息を漏らして。ドアを開けると一緒に話をやめてしまいましたから、私はその瞬間耳に入れたことしか知りませんけれど、多分二人の間でその時問題になっていたことは、ドローレスの結婚のことでした。 ドローレスはジョージと最近恋仲になって、二人はできるだけ早く結婚しようとしていたのです。けれど、この結婚に反対なるのは主人でした。どういう理由からです主人がおいに好意を持たなかったからです。また他の理由もあるかもしれませんが。よろしい。警部はその先を聞こうとはせず。 それからと先を促した2二人は私を見ると喧嘩をやめましたので私は主人をテラスへ誘いました明るい場所で衣装を見てもらいたかったこととまた今まで喧嘩していたらしい場所に対する不快もあったからです私は腕に抱えた34着の衣装をドローレスに頼んで主人を肩につかまらせてテラスへ出ていきましたそして、 光線にいい向きの椅子に主人を座らせて衣装を主人に選んでもらいました。そしてそれが決まると、私は着付けが終わるまで待っていてもらうように頼んで、この部屋に引き返したのです。ちょうどそれが、11時10分頃のことでしたでしょうか。ドローレス城はい残ったのですかい,いえ。 あの人は私より先にテラスから去っていきました。わかりました。それから先をどうぞ。それから私は、駒使い二人に手伝わせて衣装の着付けにかかったのです。なかなか気に入らなくて困りました。何ですか、しきりにイライラして。虫が知らせるとでも言うのですか、幾度もやり直しているうちに、 窓の外にジョージの帰ってくるのが見えました時間を気にして時計をたびたび見ていましたから知っていますがそれが11時35分でしたそれからしばらくして突然あの銃声が聞こえたのです夫人は焦然と声を落としたおかげさまで事件前後の顛末が非常に明瞭になりました 警部は万年筆にキャップをはめながら言ったところであなた方が第1番に現場に駆けつけた時現場には重機らしいものは残されていなかったのですねそんなものは見当たりませんでした海面を逃げていくようなものの姿も見かけなかったのですね私たちは召使いたちや何やらで5人でしたが その誰も海の上には虫一匹も見かけはしませんでしたでは最後にお尋ねしますがヘンリー氏はその時どこにいたのですか夫人はシャニムに追撃してくる相手の質問に耐えられぬような苦痛の色を表したがテラスの下の浮き桟橋でモーターボートのエンジンを修理していましたと 恨めしそうに答えた。事件を知っていたのですか？知らなかったのですか？そう！家政婦の杉村がわりに傷ような女なものですから。声を上げてヘンリー様ヘンリー様とテラスから呼んだのです。するとしばらくしてのそのそとはしご段を上がってきて、そして死体を見ると。 ちょっと肩をそびやかして手を広げひどいことになったなと言っていました警部は目前とその言葉を聞いていたがではジョージ青年はその時どこで何をしていたのですあの人は旅行に出るために2階の表階段を降りていたのです夫人はこの質問だけには自信のある明るい調子で けれど、玄関で出会った執事に、何か起きたようだから、外出はちょっと見合わせてくれと引き止められてしまったのだそうです。警部は再び目前とした。が、間もなく目を婦人に返すと。ドローレス城はあの子は、自分の部屋で編み物をしておりました。誰かと一緒にいえい、ね、一人で。 一人で。けれど。夫人は急に慌てた。本当にあの子は何も知らなかったらしいのです。いや分かっています。警部は静かに夫人を遮った。では結論に移りますが、要するにご主人とヘンリー氏との仲はあまり円滑ではなかったらしいですね。 機関の故障ぐらいで衝突するんですから。何か事業上のこだわりがあったようです。詳しいことは少しも存じませんが。常時青年との仲は、もちろん先ほどのような行きさつで面白かろうはずはありませんね。では、ドローレス城はそれは、正直なところ、 あの子だって自分の結婚に反対な主人に好意を持ちっこありませんわでもやはりそこは女ですしそれにリリーと品式の幼なで呼ばれた子供の時から可愛がって育てられた義理もありますしリリーユリドローレス状のペットネームがユリだったのですか何事か 警部のそう叫んだ声とともに一座にはさっと嵐が訪れたようだった第七章加納犯人夫人は突然醸し出されたただならぬ空気に一時は唖然としていたが。 やがてそれが何か重大な意味を含んでいるらしいことを知ると身震いして小さくわめいたそれがどうかしたのでしょうかいや警部はしかしいつの間にか以前の平静さを取り返していたちょっと珍しい名だと思ったものですからねあの子はパパが英国人でママがシナ人だったのだそうで。 夫人は気弱そうに目に涙を浮かべそれでそんな東洋風な名がついていたらしいのですのあの子が家にもらわれてきたのはもちろん私が主人のところへ来るずっと昔の話でどういう戦いきになっているのか私は知りませんけれど私も肩身の狭い5歳の身ですし何ということなくあの子には深い同情を感じて妹のように愛していたのです 夫人は言葉を切って固く唇をかんだが急にハンケチを顔に当たると「あの私こんないろいろなことを勝手におしゃべりしてしまって万一誰かに濡れ着ででも着せることになったらどうしましょう」夫人の悲しみはあたかも自分の告白の中に現れた人たちの恨みのこもった目を自分のそうみに感じ始めた恐怖のようでもあった。 警部はできるだけの優しさで彼女を慰めそして彼女の牢を射して席を立ち上がった牢座夫人は確かに事件の底が明るみに掘り返されることを苦悩していたそれは彼女が犯人を知っているゆえではなかろうか課長夫人の資質を出ると省の係長が早速いまいましげに言った あの女はまだ知ってることを隠していますよあるいはそうかもしれないしかし今のところはね警部は夫人に同情するように応用に微笑んだしかしリリーユリは掘り出し物でしたね長嶋司法主任は愉快げに夫人の陳述は大体召使いたちの申し立てと違ったものではありませんでしたが 娘の命は初耳でした。この上は何か有力な物的証拠でもあげるといいのですがね狂気はしかしいつでもあげられますよ確かに最も安全な自然の懐に落とされているはずですからね将の係長が子供投げに断定した合警部は黙って再びテラスへ出て行った外には鶴瓶落としの秋の日が すで当たりを物わびしい白簿にさせていたくれてしまわないうちにもう一働き現場取り調べの方をしてしまおう警部は後ろからついてきた2人に言った帝内に詰めていた数名の私服刑事は直ちに呼び集められ各自命令を与えられて再び一斉に帝内各部屋の綿密な家宅捜査に取り掛か,かった ヘンリーは立派な有者だね。事件当時あんなところにいたんじゃテラスの上から下の浮桟橋を見下ろしながら呉警部は省の係長に言ったもちろんですそれからドローレスも警部はなぜか苦しそうに目をそらせたなんと言っても約3分間の余裕はあったのですからね 銃声が鳴ってから人々が駆けつけるまでに警部は答えず歩き始めたジジョーののの部屋というのはここかか。ら行けるのですかテラスから室内を通らずにすぐ2階へ直接登れるようになっている立派な人造石造りの階段の下に立って合警部はすぐそばにいた長島警部補を帰り見た行けます こののの階段のすす。ぐ上がその部屋ですまだ誰もこちらからは上がってみませんが先ほど私が玄関の方からは上がってみました剛警部は注意深く一歩一歩気をつけて階段を上ってみた約20ステップばかり踏むと一見四方ばかりのランジングに達してそこからすぐ滑り戸で室内に入ることができるようになっていた 要するにこの露店の階段は二階の人たちが室内を回らずにすぐテラスへ降りられる便利のためのものである警部は踊り場に立ってしばらくあたりを眺めていたが急に衝動を受けたように目を滑り扉の上の一点に吸いつかせたなんとそこには拳銃の鉛玉が鈍い光を放ちながら姿を半分ばかり 板のの中に潜入させているのだなるほど下にはなかったはずだこの玉は被害者の横っ腹を抜けて一度床上に衝突して跳ね返り今度は飛用機をテラスの上に貼ってある上に突き抜けて2階のこの扉のところまで飛んできてそしてそこに突き刺さったのだ警部は感慨深くそれを眺めた 警部はやがて丁寧にその玉を判決に包みそれをポケットに入れて室内に入った明るそうな部屋だメイウィンドにはさらさのカーテンが下がり化粧漆喰の壁には古い織物だの古老の風景だのが教養ある紳士の居間にふさわしく飾られてあっただが部屋の中にある大きな桜材のテーブルの上には そしてまた一方の壁際にあるマホガニーの戸棚の前には何とも言えない取り乱した跡があったすなわち一面に取り散らかされた下着靴下カラーの類戸棚の引き出しから下がったコート下着直棄の類手もなく大至急でそこらをかき回し荷物の用意でもした跡だ課長 これからこの部屋を探しますがよろしいでしょうか表の方のドアから刑事の一人が入ってきていったああここはまだだったのだねさあ遠慮なくやってくれたまえそこへまた章の係長がテラスの方から登ってきたこんなところにいて銃声が聞こえなかったなんてよく言えたものですねもっとも先生は 荷造りが一生懸命だったと言っているのだそうですけれど二人は表の扉から美しいラックの敷いてある廊下へ出た左右には豪華な部屋が並んでいて突き当たりがエントランスホールへの堂々たる大階段になっていたところでさそのおいという先生。多くの黒光りする階段に足をかけると警部が急に にやりと皮肉に笑いながら言った作ったカバンを下げてここを降りてきたところを執事に呼び止められたのだというがどうかね君テラスから2階のあの部屋へあの部屋からこの階段へほんの3分もあればお釣りが来るくらいではないかと思うんだが第8章「尋問」。 狂気は室内からついに出なかったこれといった証拠品も発見はされなかった邸内を厳重捜査した刑事たちはいずれも譜面ぼくそうな顔で課長の前に現れたしかたはないそれだけ探してないのなら君たちのせいではあるまいよ警部は刑事たちをいたわったすでにそのころは時刻も完全に夜に入っていたので 一同は警察からサンドイッチを取り寄せて夕食を済ませたまだ課長は頑張るつもりなのだ課長新聞記者たちがとてもうるさいのですが一人の巡査部長が入ってきた記者諸君には「夕刊締め切り時間までには十分発表を間に合わせるから」と言ってくれたまえ館内にはもちろん入れてはいけない そして、豪警部は将の殺人犯係長をりみると。とにかく家族に会わなければならない。まず、ジョージヘンリードローレスと順々にここへ呼んできてくれないか。豪華なパーラーの中央テーブルに豪警部が1人で控えているとやがて、ジョージ青年が足音荒く入ってきた。飛び色の波打った髪の毛一脈の正気をた,たえた。碧眼。 スポーツマンのようにたくましい手足さすがどことなく憔悴の色は見えたがしかし一切を甘くなめた剛然たる顔色が整った目鼻立ちの間に流れている一体どうしたというのですしっけえな青年は警部を見ると目尻を上げて食ってかかった青年は警部を見ると目尻を上げて食ってかかった おちが殺されたからと言って、どうして僕と関係があるというのですか、パカパカし。い。まあ、座ってくれたまえ。警部は落ち着いて。君は事件数分前外出から帰ってきたというが、帰ってからどこで何をしていたのかね。そんなことはどうだっていいことでしょう。上司は、 相手をを頭かから脅かすように声をわらげて叫んだ僕はとっちみち警官らの取り調べ謎を受けることは不愉快千番なんだよろしいじゃあ僕の方から言うが「君は外出から帰っておじさんと会ったのだろう?」テラスで「ズケリ」といった警部の言葉に青年は担当で胸をつかれたように顔色を変えた。 極度の狼狽が彼の全身に現れた僕は旅行に出ようと思ってそれを叔父に話してはいたがしばらくしてテラスの階段伝いにそのまま2階の自室に帰ってからは実際何も知らないんだ銃声も聞かなかったんだってね警部は皮肉に微笑したいや 君にとってはいかにも不幸せだったよ。教皇が襟にえって、君の出発間際に行われるなんて。君たちが何と考えようとそれは勝手だ。しかしいくら君たちでも証拠もないのにまさか僕を犯人とはしないだろう。さあ、僕が怪しいというなら、その証拠を見せてくれたまえ。いやあ、犯人はその点用意周到で、 証拠はいかんながら残していないんだ。警部は苦笑した。明らかに青年の態度には変化が来た。彼は急にせせら笑うと。ふん、それで犯人逮捕も気が強いね。僕はいつまでもこんな取り調べを受けているわけにはいかんから、失敬しますよ。いや、僕の方も失敬しよう。じゃあ、 こんばんはゆっくりお休み。警部はドアの方へ立って行って部下を呼んだ。まだ監視がつくのですかジョージがにわかに怒りの燃え上がった誤張で突っかかった。僕は明日から旅行に出るんだお気の毒だが。警部はにわかに厳然とした顔で言った。 しばらくは君らの自由は束縛させてもらわなければならないのだそう思っていてくれたまえジョージが喧嘩腰越しで去っていくと代わってヘンリーが呼び込まれた彼は頭髪の薄く縮れ顎のそげた見るからに貧弱な小柄な男だった被害者なる兄はで、ね、っぷりと押し出しのいい紳士タイプなのだったが しかしさすがにどことなく兄弟らしい掃除が発見されぬでもないあなたは事件当時のことを一切告白する義務があるのだがあなたは凶行現場のすぐ下にいられたのだから警部は不思議に陰影のあるどこか病的な表情のあるヘンリーの顔を鋭く見つめながら口を切ったしかし私は。 彼はともりながら妙に卑屈な態度で答えた実際のところ事件については何も知らないのでして銃声が聞こえなかったはずはないがねエンジンの爆音がやかましくってだがそれは明らかに虚言であることが見透かされた彼はできるだけ自然に節目がちになりながら 自分の表情をたくさんと努めたのだあなたは被害者の死体を見ても別に驚かなかったというがヘンリーは眉を寄せた複雑な表情をしていたがやがてわくげな小さな声で実のところ別に意外なことでもなかったものですからねではあなたは凶行はありそうなことだったというんだね そう言って言えないことはありますまい。では、犯人の目星でもつくのかね。しかし、それは私として言えません。初めてヘンリーは、気味の悪い陰気臭い笑いを浮かべた。いい加減なことは言えませんからね。しかし、あなたは自分の知っていることを全部告白しなければ、 自分が疑われる立場に立たなければならないのだがね。私がヘンリーはちょっと引きつった顔をして警部を眺めた。それは冗談でしょう。第一、どういうわけからですかもちろん、被害者を射撃しうる位置にいたという、この事件にとっては第一の条件だからだ。でも、 見ていたものがなければヘンリーはとぼけたように口の中で言った目撃者はなくても機能的にその人以外に犯人はありえないことになればその人は犯人と見なされても仕方はないのだとにかくこの事件の可能犯人は検定されているのだからねでは私以外に犯人はありえないのですか 疑るような目が警部の顔を見上げたいやあそこまでは言っていないがね警部は苦笑したヘンリーはそっと横を向いてわずかにため息を漏らしたがふと真面目そうな顔を警部に返すと私がいつかお力添えができる時が来ましたら必ずいたすことにしましょうもっとも あなた方が私をおぐりになるのはご勝手ですが第9章靴跡ヘンリーが部屋を出ると M 鑑定技師が入ってきて言った犯罪現場にあった血染めの靴跡ですね。 あれを家中にある女靴と合わせてみましたが、どれも合いません。まだドローレス状の現在履いている靴とは合わせてみる機会がないのですが、ちょうど今ここへ来るのでしたら、本人には知られぬように型を取りたいと思います。どうでしょういいでしょう。鑑定技師は、スタンプ印記を塗った紙と、普通の白い紙と 彼女が腰掛けるはずの椅子のすぐ横に並べておいたこの上を歩かせてください義士はその髪を警部に示して出て行ったそしてドローレスが入れ替わりに呼び込まれた薄いクリーム色のワンピース無造作に束ねたブルネットの髪どこか国際寺らしい黄色っぽい皮膚に彼女は青ざめた晶水の色を見せて 指さされた椅子に力なく腰掛けたあ警部は優しく言ったとんでもないことが起きてさぞ心配だろうね娘はおずおずと顔を上げたそしてわずかなため息をそっと漏らした瞳の黒く鼻筋のさえた美貌を よく上海の辺りで見かけるポルチギースか黄色人種の血筋であるどうかね気が向いたら私の質問に答えてくれないかね娘は警戒するように警部の顔を見たあなたはジョージがテラスで事件前ジェームズ氏と話していたのを見はしなかったかねいいえドローレスは頭を振った では、ジョージの帰ったのは知りません。部屋ではいつ頃から何をしていたのかねそんな私室内のことは言う必要がないと思います。では、銃声が鳴った時、どうしてあなたは知らぬ顔で部屋に突っ込んでいたのか。テラスにもすぐだし、第一に飛び出していかねばならぬはずではないか。 激しい憎悪の表情がにわかに彼女の顔に現れた彼女は肉肉しげな目でじろりと警部を眺めるとツンとして横を向いてしまったねえドローレスさん警部は薄めで鋭く彼女を注視したあなたはひょいとすると凶行現場にいたのではあるばいいかみるみる娘の顔は土色に変わった が警部はそ知らぬ顔で続けたもちろん私はだからといってあなたが下手人だと主張するのではないよなぜかといえばあなたはお父さんを殺害するにはあまりに恩を感じすぎているはずだからだ私は知っているあなたは東洋風なリリーユリという可愛い名で呼ばれた自分から お父さんには我が子のようにされてきているのだ恐ろしい苦悶が血の出るほど唇を噛みつけた娘の顔に上った絶望的な顔面のけいれんそして彼女は56度肩で大きくあえぐとついに投げ出すようにテーブルを上半身に打ち伏せて激しくむせび泣いてしまった警部は冷然と 波のように揺れる娘の肩を眺めていたとドローレスは急に顔を上げてヒステリックに叫んだ犯人は私です私を捕まえてくださいあなたが犯人警部はことも投げに笑ったつまらぬ出まかせを言うととんでもないことになるよ 涙に濡れた方が神経的に引きつった。ドローレスは唇を震わしつつおやつを飲んでいたが、再び鋭い声を上げて叫んだ。お父さんを撃ち殺したのは私ですわ。私白状します。私を牢屋へ連れて行ってください。ドローレスさん。警部は優しく言った。 あなたの今口にしたことは興奮の冷めたあとで考えると取り返しのつかない意味を持っているものですよまあしばらくの間あなたの今の言葉は保留にしておこうでは今夜はあなたも随分神経を使っているようだからゆっくり休んでいただくことにしようか警部は悠然と立ち上がるとドアの方へ歩いて行った 娘はただ悪寒のするような顔で身を震わせていた。とそこへ警部の呼び声で部下が顔を出した。御用ですか？この婦人を安静に気持ちよく休ませてあげてくれ。一服やっとやれやれと警部が疲れ。休めのタバコに火をつけていると、早速床にどやどやと足とがして。 警部はたちまち隣室の一堂に取り巻かれてしまった。課長、どうでした目鼻がつきましたかい,いや、少しも。警部は深く煙を吸った。少しもあるいは当然ではないかとも思うんだ。煙を吐き出しながら警部は椅子に持たれた。 犯人はちょっとそんな簡単な人物ではなさそうに思えていたのだからなかなかどうしてこの事件の犯人はこちらもふんどしを占めてかからねばなるまいよでも課長長嶋司法主任が咳き込んだ犯人は確かに3人のうちの1人であることは決定しているではありませんかそれだから3人を拷問にかけろというのですか しかしみすみす獲物を前にして正攻法ではダメなのですよもちろん死んでも彼らは本当のことを言わないだろうし白らを切るなんてお茶の子の連中ですからねしかし犯人は一人であるべきなのにピストルは一丁ですからねどうして他の二人がいらぬ沈黙を守ろうとするのでしょう の係長が頭をかしげたそれさこれから知らなければならないのは要するにこれから先は外面より内面にメスを入れていかなければならないのだその時2枚の紙をくらべていた M 鑑定医師がやにわに叫んだ課長意外ですこれを見てください 事件現場にあった血染めの足跡はぴったりドローレスの靴跡に一致しておりますよ第10章ハミルトン家の暗流翌日郷捜査課長は早朝の汽車で再びアール町へ揺られていった人気のない二等客車で朝の新聞を広げていると。 静かに一人の外人紳士が近づいてきてごめんなさいあなたはここに出ていられるミスター・ゴーではありませんかと折り曲げて持っていた M ・デイリーニュースを示したそうですが細かい英字にぎっしりと囲まれた自分の写真版を、ゴー警部はちょっとくすぐったい気持ちで一別して答えたああやはり よく似ていられると思いましたもので。老紳氏は前の座席に座っていいかと尋ねた後、長い足を折って腰を下ろし。実は今朝この新聞でジェームス・ハミルトン殺害事件の詳細を知りましてね。それでつい私にも色々の考えが浮かんだものですから。あなたはジェームス氏のご友人ですか失礼しました。 私はこういうもので差し出された名刺を見ると D 氏英国領事館領事ターアーサー・エス・ベインと記されてあったこれはお見それしましたどういたしまして私もこちらには随分長いのでいろいろの方をかなり存じておりますあなたのご声明も,もっぱら名探偵として深く脳裏に留めておりました で、実は事件が迷宮に入らんとしているという報道を読みましてねあるいは私の知っていることが捜査上の何かの参考にでもなりはしないかと考えましてそれはちょうど幸運でした是非お聞かせ願いたく思いますそこで英国領事が語ったことは次のような内容のものだったそもそも 被害者ジェームス・ハミルトンなる人物は今から15年ばかり前その兄ダビットという男と共に上海を経由してこの土地へ流れてきた2人とも在留民には評判が悪く細君もないし紳士としての付き合いはされていなかったところがそれから45年のうちに2人はめきめきと財産を増やしついに ハミルトンブラザーズ株式会社というリーシでも一流に位する貿易商店を現在の場所に開いた人々は不思議がったがそれは王子けの密輸事業で設けたことは分かりきっていた噂によるとその本拠である R コの自分の邸宅には無電気から陸揚げ用探偵の抵抗それからまさかという時の武装まで整えられているとのことだった もちろん死な税管理の修分もあったし彼らの組織やり方も水際だっていたのに違いなかったただ一度どういう手違いか彼らの部下の重要な一人が仕事の上のことで船乗りを殺害しその罪で死刑にされた時危なく仕事のボロが出かかったがそれもうまい具合に美報したそれから歳月がたって今から3年前に兄のダビットが病死し 店は彼一人のものもになったそれと前後して彼は現在の細君を上海でもらってきた大体このように彼は決して評判の良い男ではなかったが心象として押しも押されもせぬ地位にいたので領事館でもその待遇をしていた自分も古いので彼らといろいろ接する機会がありその内情も割によく知っていた やはりああした男の最後はこんなものかとうたた考えに浸らずにはいられなかったではヘンリーという人物はどうした人間なのですか話が終わると警部は問い重ねたヘンリーですかあの男はまだ当方に来てから二年ぐらいにしかならないので詳しいことは知りませんが聞くところによると シンガポールでコーヒー園をやっていた頃は大変景気がよくって人財産作ったということですがこちらに来てからはその金もすっかりなくしてしまったらしいのです彼はハミルトン家の3兄弟の末ッで平手はダビッドやジェームスに比べて非常に優しくお人よしなのですがそれだけ兄たちに利用されることが多かったのでしょう 何でも彼が自分の財産を失ったのは孔子事業をやるという名目でうまうま全財産を巻き上げられたのだと伝えられていますなるほどそんないきがあるのですかではジョージ青年については何かご存知はありませんか剛警部は思いがけなくいろいろ事情がスラスラと文明していくことに 内心非常な喜びを感じながらその先を訪ねたジョージーですかあれは今お話しした一番上の兄ダビッドのせがれです本国にいたのですが最近自分の母と相談して自分の亡き父の遺産をはるばる東洋のこの土地まで取りに来たのですしかしどんな具合になっていたのか遺産はおろか店の帳簿の上では ラビットは店に莫大な借金をしていることになっていたとかいう噂でした事情を聞き知った私どもはひともん着なければよいかと思っていたところでした R 停車場で領事と別れてシーサイドビラに着くと警部は張り込みの刑事連を集めて状況を尋ねたが彼らは何ら異常のなかったことを告げ合わせて1人の来訪者が 昨夜、豪警部一行の引き上げた後こっそり警部に会うために訪ねてきたことを昨夜から交代もせず詰め切っている巡査部長の一人が報告したこれが名刺です署の連中にはあまり話したくないと言っていましたので明朝来ると言っておりましたからそのうちに来るでしょう渡された名刺には弁護士 K.N. クリスティー R 町飯岡18号地と印刷されてあった第11章電話話のの中の会話郷警部は一人になるとテラスの方へ頭をかしげながら歩いて行った。と廊下で家政婦の杉村春と行き合った。 いやあ何か家の中に変わりはないかね警部は面持ももちには似ない気さくな声をかけたはあ杉村は伏し目がちになりながら頭を下げたがヘンリー様が頭の大具合が悪いとおっしゃって休んでいらっしゃるようですが別に ヘンリーが作長主人と抗論したとき、あなたは居合わせていたかねずい、はあ、随分ひどい喧嘩でもあったのではないかねヘンリー様がひどい乱暴されましたけど。ヘンリーは聞くところによると、至極気立ての優しい人だというではないか。あ、はあ、とても。 でも時によってカッとなるとハルは語尾を小さく消した警部はしかし別にそれを追求しようとはしなかったちょっと眉を動かしたがすぐ相変わらずの口調で誰か雇い人の中で昨日午前のヘンリーの様子をちょっとでも知っていたという者はいなかったかで、ね、稽古版のリがモーターボートの修繕をしばらく手伝ったはずです リーダーねそうそれは都合がよかったそれから昨日朝ジョージが帰宅した時玄関のドアを開けたのは誰だったろう女中のオルガですロシア女のおやありがとうではついでにもう一つ聞かせてもらいたいことがあるのだが一体ドローレス城だね あの人は親に対してどんな気持ちを持っていたろう公平な立場から見て親への義理は持っていましたけれどある意味で嫌悪していたことも事実ですいつでしたか私はふと立ち話を小耳に挟んだことがあるのですがその時ドローレス様は長寿様にあなたが間違いをして身を滅ぼすくらいなら私がその前に。 とあとは何と言ったか分かりませんでしたけれどそんなようなことを言っていられました警部はうなずいたありがとうそこへ警官に伴われた鶴のように痩せた外人がメガネをきらめかしつつ近づいてきたはじめまして昨夜名刺を差し上げておきましたクリスティです新聞でこちらの惨劇を知りましてね かなり驚愕させられました。実は私は当家の顧問弁護士なのでして。ああ。それで、何か心当たりでも心当たりなんてないのですが、実は事件前私は偶然にもある会話を耳にしたのでしてね。まさかその時はその会話が別に重大なものには思われなかったのですが、 私は一体他人の秘密が大勢に漏れるのが嫌いなのでもちろん私にしても犯人は十分に憎んでいますがそうかといってまだ何とも分からぬものをみんなの前で罪人扱いするのは忍びませんからねわかりましたそれで会話というのは作長11時少し前頃ジェームス氏から私のところへ電話がかかりましたね 老いのジョージとは法律上の一切の関係遺産分配の関係も立つ手続きをしてくれとのことでしたでなお様子を聞こうとしますと受話器のうちにジェームス氏と誰かが激しく言い争うのが聞こえてきたのですだってお前がどうしてもわしの言う通りタイプライターを打たなければ電話で頼むより仕方がないじゃないか だってお父様、それはあんまりです。ここで相手がドローレス城だということが知れました。ジョージ様がお気の毒です。あんな奴は今日限り追放するのだ。じゃあ私も出て行きます。お前もなんてことを言うのだ、恩知らずめ。お前は シナ女郎の腕の中に抱かれていた全身を考えてみるがいい。お前の親父はわしのもとに使われていたものだが、船乗りを殺して死刑にされた男だ。お前はそんな男とシナ人の女郎との間にできた子供じゃないか。それを引き取ってお嬢様に育て上げたわしの恩義を考えないのか。 よしあくまでお前があのろくでなしと一緒になるというのならわしはお前の身分を洗いざらいあのろくでなしにぶちまけてやる電話はそんなところで乱暴に切れてしまいました私はすっかりしらけた気持ちになって改めて電話をかけ直す気にもならずそのまま放っておいたのですがそれが数十分の後にはどうでしょう なるほどこれは考えさせますね警部は鎮痛に目を閉じたがすぐ声を変えてジェームズ氏の財産はどう処分方法が予定されていたのですか氏の財産は店の方の金と合わせて一切個人名義になっておりますがそれは氏の没後は清算せられて5分の3は夫人に 他はドローレス城とジョージ君に分配される予定でした一番損くじはヘンリーですねそういうわけですけれど最近はジョージがうるさいせいかジェームズ氏から遺言状書き換えの話がたびたびありましたまず全額の5分の3をドローレスに与えるというようにしかしそうなっても ジョージ青年には変わりはありませんね。彼はおじから憎まれていたものですからね。けれどあながちそうなっても変化がないと見るのは悲壮の見解で。要するに彼はドローレスに金がたくさん与えられれば結局自分も満足できる立場にいたのです。二人はやがて結婚する意思だったんですから。ですから要するに 遺言上書き換えの儀がもし実行されていたならばいずれにせよ今度の惨劇は決して弱気されなかったに違いないのですジェームスはほんの惜しいところで命を捨ててしまったのですよ第十二章ブローニング三号型 それかららししばらくして、澄み渡った午前の太陽はさんさんと湾上に降り注いでうなもは白銀のごとくきらめいていたアカシアの並木道には金髪をなびかせた外国人の子供が自転車を走らせているし山手のテニスコートからは弾を撃つ軽い音が男女の歓声とともに快く響いていたけれどそうしたおよそ事件とはかけ離れた環境のうちで 後警部は相変わらず抜き差しできぬ探査の泥沼の中に悩み疲れていたのだった彼は今すぐれぬ顔つきで浮き桟橋へ降りていた彼の目の前には昨日のままに取り散らかされてつながれたモーターボートがあった朝露でじっとりと湿った丸出しの内臓書記官。もちろん作長ヘンリーが手をつけたままになっているのだ壊れたというのは、 どこが壊れたんだろう自動車に対する知識で警部は何の気なしにそれに手を触れたそして次第に各部の微細なところまで点検していったシリンダーにもクランクシャフトにも別状はない給油吸気排気等の各部分にも破損はないと警部は電気添加装置のコンデンサーが たり振動器のてっぺんと唇を合わせていないのを発見した。ああ、ここだな。警部はガソリンのコックをひねって指導装置を動かしたが、エンジンは死んだように沈黙して微動もしなかった。やはり故障はここだ。警部は修繕器具を取り上げて、改めて機械の上にしゃがんだ。と、しばらくすると、 モーターは急に勢いのいい爆音を立て始めた。課長、そこにいられたのですか約10分ばかし、手を油だらけにし修繕器具をガチャガチャさせて爆音を立てたり消したりしていた警部の頭の上から刑事巡査の一人が声をかけた。ああ、何か用かねあ、はあ、ローザ夫人が 何かぜひとも内密でお話ししたいことがあるから、お目にかかりたいと言っているのですが。ローザ夫人が。そう。警部は汚れた手を海水で洗い、半ケチで拭いながらテラスへ上がった。どこだ夫人の部屋です。ローザ夫人は真っ黒なフランスチリメンの喪服に薄い黒ベールの下がった黒い帽子をかぶって、 雨にあった街道のように美しく打ちしおれて待っていた「ミスター・コー、まだ犯人は分かりませんか?」警部を暖炉の前の美しい刺繍クッションの長いすに生じると夫人は深い優秀のこもったまなざしで警部を見上げながら言ったおきの毒ですがまだ、はああは、 黒く光ったマホガニーのスモーキングテーブルに肘をつき額を抑さえてたんした私、とても耐えられませんのしょっちゅう厳重な監視の目がそれこそ罪人でも見張るように光ってそして一度ならず二度までもベッドルームのカーペットから私質のプールキャビネットまで調べられていつまでこんな憂鬱な状態が続くのでしょう お許しください、マダム。警部は心からすまなそうに言った。もうしばらくの間です。何を申しても、警察はまだ有力な手がかりを得ていませんので。有力な手がかり。夫人は香水の染みたハンカチを顔に深く当てながら、ひどく胸を高鳴らすようにわめいたが。私、 とてもこれだけは申し上げる勇気がなかったのですけれどもう私自身我慢がしきれなくなって何です夫人はいくどか迷い抜いた末一度は決心したもののさていざとなるとやはり勇気がくじけるかのように狼狽した色を表しておどおどした私やはり申し上げない方がいけません 秘密主義は事件解決を長引かすばかりですよ。考えてごらんなさい。事件当事者たちがお互いに事実を隠そうとしているため、いらぬ手数が後から後から払わなければならなくなっているんですよ。マダムが少しでも早く明るいほがらかな日を家中に到来させたいとお考えなら、一切ご存知のことをお打ち明けなさらなければなりません。 わかりました。夫人の心は、やっと先ほどの決心に戻ったようだった。では、申し上げます。実は昨日の朝、私の目の前でピストルが取り扱われたのでございます。ピストルどんなピストルですブローニングの六連発です。三号型ですね。 警部は思わず息をんだそれは誰のピストルでした第13章その時の時事情夫人は我と我が唇にのせる言葉に恐怖して青ざめた顔で大きく息をのんだがそれはジョージのものなのです。 前からたびたび出していじっていましたから、雇い人たちも知っているはずですが、そしてこのピストル以外には、この家には一丁の武器もなかったのです。それでそれが昨日どう取り扱われたのです警部の顔も夫人もひどく緊張していた。朝、ドローレスとジョージが食後散歩に出かけました。 それは聞きましたそして8時過ぎ帰宅して今度はジョージ君が2階へ上がった後ご主人ドロ,ローレス城に何かされたとかいう原因で再びジョージ君はご主人と争いを始めた夫人は悲痛な表情でその言葉をこらえええちょうどその時ですの主人が部屋に去った後ドローレスがジョージに行ったんです ねえ、あなたのところにある拳銃ね。私が預かっておくから持ってきてちょうだい。なるほど。もちろん、ドローレスのその時の口調は体のあるものではなくて、そんなものを短期な常時に持たしておくと、いつどんな危険が発生しないとも限らないから、という心からのようでした。持って行きましたか。 ええ。また2階へ帰って、そして持って降りてまいりました。自分でも自分の短気を恐れていると見えて、苦笑しながらこんなことを言っておりました。ねえ、ヘンリーおじさん、僕にこんなものを持たせておくのは、ガソリンの横に火を置いておくようなものに相違ありませんね。ヘンリー氏もいたんですね。 ヘンリーと私とドローレスと、その他に羊のワンがおりました。それからそれからジョージは外出しました。5、6分して時計が半を打ちましたから、8時24、五分の頃だったでしょう。私はヘンリーとドローレスの部屋に行きました。そこでドローレスは、 こんな危ないものはどこかへ始末した方がよくはなくって。本当にジョージじゃなくったって、魔に取りつかれると誰だって間違いをしでかしそうなんですもの。って拳銃をいじりながら言っておりましたが、ヘンリーが、なあに間違いなんかあるものか、そこらへしまって大きい。ってことも投げに言ったものですから、ドローレスも じゃあ、いっときここへ入れておくわ、と言って、自分の書物机の左の引き出しの中へ入れました。もちろん、事件後は、警察の方が探しても、影さえそこにはなかったようですけれど。大切なことをお話しくださって、大変参考になりました。あなたは、それきりお部屋にお帰りになったのですね。そうです。 そろそろ紙の用意にでも取りかからねばと思ったものですから。すると、警部は小首をかしげて、拳銃のありかを知っている者の,の中から、ジョージは除外されるということになりますね。もちろんそのわけです。夫人は一応うなずいたが、ちょっと言いにくそうにうつむいて。けれど、 ジョージでも探そうと思えば見つけ出すことはすぐできたろうと思いますわ。ドローレスのところに拳銃が置いてあることは承知していたのですし、それに机の引き出しなんて誰でも一番初めに開けてみるものなんですもの。それは至極同感です。その可能性は十分あります。そこへショーの係長がドアをノックした後入ってきた。 課長、遅くなりました。S 君を連れてきましたが。そう。警部は立ち上がって。マダム、ご助力ありがとうございました。必ずご期待に沿いましょう。今しばらくご辛抱願います。ミスター・コー、どうぞよろしくお頼みいたします。夫人はすがるように。 力なく椅子から身を起こすと言った扉の外に出るとそこには一人の頑丈な体育の総監が立っていた「S, S 君です」あ「いやこんにちは」じゃあ君これから早速やってもらえるかねああすぐかかりましょう庄野さんから承りますと艦長の時は水深4メートルぐらいしかないそうで。 別に潜水具をつけるほどのこともありませんから潜って探しましょうできるだけ精密に頼むよブローニングの3号型なんだ警部は章の係長と潜水婦をテラスにさらせると片手を上げて遠くにいた刑事巡査の一人を呼んだ応接室へ雇い人のオルガリそれから執事のワンを順々に呼んでくれたまえ 第14章「モーターの爆音」一番に呼ばれたロシア女オルガは作長帰宅したジョージのために玄関のドアを開けてやったことを認めてから次のごとく警部の質問に答えた「ジョージ様のその時のご様子ですか?」何ですかひどい剣幕でお怒りになっていらっしゃいました。足音荒く 玄関からお嬢様のお部屋に飛び込んでいかれると大きな声でお嬢様を呼び一切は分かったぞ復讐だ復讐だと叫んでいられましたドローレス城は部屋にはいなかったのだねさようでございますそれから私が台所の方に帰ろうとしていますとジョージ様が再び出てこられて ジェームス王子はどこにいるのだと大声でお尋ねになりました。私はわざとさあと首をかしげますとジョージ様は、畜生テラスかもしれんと言ってそちらへ飛び出して行かれました。私はこれは大げんかだと思いながら廊下を曲がりますとちょうどそこでお化粧室から出てこられたドローレス様と会いました。 お嬢様は黙ってお部屋の方へ歩いて行かれました私はそれっきり台所へ行ってしまったのでございますジョージンがテラスへ出て行く時ピストルを持っていた様子はなかったがねそれは気がつきませんでしたがドロ,ローレス城の様子はどうだったね変わったところでもなかったがね静かに落ち着いていらっしゃいました 何ですか目が赤く腫れていらしたようでしたけれど。では、これは別のことだけれど、日頃からヘンリーとジョージの中はどうだったねかなり仲良しのようにお見受けしました。ジョージ様はヘンリー様に同情なさっていられましたし、ヘンリー様はジョージ様を弟のようにされていました。ヘンリーとドローレス城の中は 兄様とお妹様のようでした。お嬢様はできるだけヘンリー様にご親切にしていられましたし何かことがあればいつでもヘンリー様をかばうようにしていられましたですからヘンリー様もお嬢様のことなら自分のことなぞ考えないで一生懸命のようでした二番目に呼ばれたのはリーというハミルトン家の抵抗版で 塩焼けの下なかなか実直そうな四十男である君は昨日の午前ヘンリーのモーターボート修繕を手伝ったというが9時少し過ぎ頃ヘンリー様がモーターボートの修繕を明るいところでするから浮桟橋のところに回してくれとおっしゃいましたので私は帝国から出してボートで引いていきました それから私は一時別のようで稽古に帰りましたが10時半頃またボートで浮桟橋へ行ってそれから1時間余りお手伝いしていました2度目に稽古に帰った時は11時20分でしたから君は往復をボートでしたのかそうです稽古はこの屋敷の左隣の地下室になっているんです海を伝って行けばすぐなんです 君が修繕を手伝っている間に、テラスには主人と夫人が出てきたはずだね。その通りで。姿は見えませんが、声だけは頭の上で聞こえていました。何でも着物のお話か何かで、どれが似合うとか似合わないとか。でも、すぐ奥様は帰って行かれました。旦那様が、おいおい、 わしを一人ぼっちにさせていくのかい。松葉杖を持ってきておいてくれ。とおっしゃったようですが、奥様は。すぐですよ。着付けは一時間もあれば済みますわ。おとなしくそこで五本でも読んでいてちょうだい。と言い捨ててテラスから去っていかれたようでした。君はどうして修繕の手伝いをやめて帰ったのだ。もうしばらくそこにいれば、 ヘンリーにも実際好都合だったのにな。そう言うと、リーの顔は急に暗く曇って、何か躊躇するようにもじもじしていたが。しかし、ヘンリー様が抵抗へ帰れとおっしゃったのです。ヘンリーが警部も思わず口の中で繰り返したが。なぜ ちょうど昨日は正午前後が干潮でして、干潮になると抵抗の底が水面上に出てしまうのです。それで平成からそうした機会に抵抗の底を掃除する習慣でしたので、昨日もヘンリー様からそうおっしゃられると何の気なしに掃除に行ったのでした。銃声は君は聞いたのだな。聞きました。ちょうど掃除をしながら、おや、 だいぶモーターの調子が良くなってきたわいと思っていたとき、ドーンと聞こえました。じゃあ、銃声が聞こえたとき、モーターの爆音も聞こえていたんだね。警部はひどく緊張した顔をしばし目前とさせていたが、やがてほっとため息を漏らして。わかった。帰ってよろしい。 第15章、町の子記録。古びたおしきせの執事服。だいぶ洋風生活も板についてきている風のワン先生は、丁寧に様子ぶって警部の前に頭を下げた。ご用で。ちょっと昨日のことを聞きたいのだが、事件後君が常時と会った前後の話をしてくれないか 警部は早速切り出したああそれでございますかワン先生はもっともらしくうなずいて実は昨晩は11時頃から私は2階階段上の廊下のところで2階客間備え付けの銀のキャンドルスタンドを磨いていたのでございますところが12時近くなって突然あの騒ぎが始まりましたので 私は何事かと思い階段を降りていました。そしてちょうどそこへ来た運転手の保安に聞いてみますと、ご主人に間違いがあったらしい、今泡を食ったちゃんに聞かされたばかりだが、とのことでした。ところが、そう話しているちょうどその時でした。階段に足音がして振り返ってみますと、 ジョージ様がトランクを下げて降りて来られたのです。この騒動の真っ最中に外出なんて、と思いまして、無理に乙女申したのでございます。君は、ジョージが帰宅したのを知っているかね存じております。ジョージはテラス階段から自室へ上がったのだね。さようでございましょう。 私があそこにいる間中、誰も正面玄関を上下した人はございませんでしたから。そして、それから後のピストルのことについての供述は、要するにローザ夫人の陳述を再設したに過ぎなく、ただしまいに、彼は次のような言葉を警部の耳に新しく入れただけであった。ジョージ様はなかなかの打ち手でございました。いつでしたか 2階のあの方のお部屋の窓から40フィートも離れた海の上にいる魚を一発で射止めたことがございましたはい湾をさらすと入れ違いにカバンを抱えた長島警部が入ってきた遅くなりました図書館の方を回ってきたものですからねそしてカバンを机の上に置くと眉をひそめて ドローレスが絶食を始めているというではありませんか今そこでコックのチャンがこっそり寄ってきて耳打ちをしたのですが家族のものはまだ誰も知らないらしいのです絶食をゴー警部もこれには驚いてどうしたんでしょう自分の知っている事実を告白する代わりに 永久に沈黙する決心をしたのに違いありませんよそれは困ったなあ事件はますます成功法困難の傾向に進んで行きますね長嶋警部補も困惑した顔をしたがふと晴れ晴れとした以前の表情に帰ってところでまた一方は素晴らしい成功を収めてきましたよ 今朝早くからここの図書館に行って昨日のジョージの足取りを調べてみたのです彼が図書館へ行ったのは事実ですそして図書館の係の者の言葉によれば彼が最近しきりに図書館に通い続けて土地の古い記録を漁っていたことも事実でした警部補は語りながらカバンから一冊のフルノートを引き出したそして作長は このフルノートをカードで引き出して一生懸命読みふけていたのだそうです。まずここを一読してみてください。ジョージがきっと興奮したに違いないことが推察されますから、号警部はフルノートを受け取ってみた。表紙を返してみると、ペンシュージよろしくの字体で、開口 R の後輩氏と英字でしたためてあり、 示されたページを眺めてみるとそこには次のような意味の文章が細かく書き連ねてある下に多分ジョージが引いたに違いない乱暴な赤鉛筆のアンダーラインがしてあったダビッドおよびジェームスの兄弟は近頃随分と評判は良くないがしかし兄のダビッドは弟に比べればまだ善良と言われる彼はしばしば慈善事業にも寄付しているし また、先の日制作した遺言書を即分すると、自分の個人財産約3万ドルは、その3分の2を個国の家族に、残りは教会を通じて、貧民救済に寄付する意思であるという。どうです事件はいよいよその全面を、霧の中から浮かび上がらせてきたように思われるではありませんか。長島警部補は、 隠しきれぬ満足げな笑みを浮かべていった。殺害の動機も見当がつかないではありません。残るはただ、的確な証拠をつかむだけですよ。第十六章告白正午、一行が捜査本部の R 警察署に帰ると、そこには、 長原ドクトルからの死体解剖報告書が回されてきていた別段新発見はないんですね一読すると翔の殺人犯係長が合警部を顧みていった皮膚組織に便乗層を壊列させているから弾丸は近距離から発射されたものだというのはピストルの薬莢の位置からすでに分かっていることですし また傷口の皮膚の収縮力および弾道の重装管から使用銃弾の小型を証明しているのはすでに強行拳銃がブロウニング6 3 5ミリ口径と予測がついているのですからね私はそれより長原さんにヘンリーの精神鑑定をお頼みしたいと思うのですがいかがでしょうヘンリーのそうです あれはどうも様子が病的ですよ。何か発作があるかもしれないと思うのです。彼の見解は、さすがに長年の経験から出ているものだった。そうだね。警部も頭をかしげたが。何か得るところがあるかもしれんね。得るところどころか、事件解決の鍵を拾うかもわかりませんよ。 なんといっても今のところ三人のうちどの一人として自ら釈在し得る者はいないのですからもちろん誰一人として怪しまないで済まされる者はいないはずです探偵の情動だ特に犯人らしいと目指される者がいようと決してそのために他への注意を怠りはしない犯人は 剣技者全部を同じように探索してこそ心象を消すことができるのだ。章の係長のこの主義の前には何人といえども頭を下げてきたのだった。よろしい。長原君に頼もう。郷警部は快く承知した。昼食は N 文書長、W 地方院検事、 ンハ判事らを加えてなかなか議論にやかましかった合計部はじめ事件探査の当事者たちは彼らの情報聴取に応えるために代わる代わる口を開いて知り得たすべてのことを説明したなるほど事件の因子は全て我々の手に拾い上げられたと言ってもいいくらいだねただ我々はこの中から 一つの一貫した要因ののの連鎖を作り上げればいいのだ。法院の w 検事が言ったしかし、か全く事情は錯綜していますね検疑者は3人が3人とも十二分に犯人たる資格を持っているのですからね彼らには共に犯罪の動機があった。心理的経過と爆発点があった。 狂気入手のチャンスがあった。しかも、強行を行うことのできた絶対的な三人だった。ちょうどそこへ電話が来た。豪課長に電話です。豪課長は席を外したが、しばらくすると難しい顔をして戻ってきた。何ですいや 警部は長島警部補の方を向いて事件後誰もあの家の門から出たものはなかったのでしょうね犯人が表門から逃走したのじゃないかって今さらおっしゃるのですかいやそうじゃないが警部の顔は曇ったままだった私どもが駆けつけてからはもちろん 猫一匹も現在に至るまで出しはしませんそれからメシ使いたちの言葉を聞きますと事件勃発から警官到着までも門から外に出た者は確実にいなかったそうですもちろん庭ぐらいには出た者も,もいるかもしれませんがそうですかそれならいいのですが警部はなぜか口を重くつぐんだ とそこへまた電話だった郷課長電話です郷課長は再び立ったがまた優れぬ顔をして帰ってきた何です何か変わった情報でも来たのですか郷警部も仕方なさそうに口を開いた今のは F 巡査部長からでしたが。 作長来絶食をしていたドローレスが、犯人は自分だと、同部長に告白したというのです。ドローレスが白状した一同が叫んだ。事件は解決したというわけだね。N 老文書長が椅子から飛び上がった。いや、待ってください、皆さん。 警部は冷徹な口調で実は彼女の告白を聞いたのは私は今度が初めてではないのですしかし私はその時取り合わなかったのですなぜかとなればこの事件において真犯人がそうたやすく自白するはずはないと思われたからですそれは間違いだ W. 検事がおもむろにテーブルに乗り出していったその女は君の C の逆を言っているのだ自ら罪を白状して何か意味ありげに思わせかえって当局の目から我が罪をカモフラージュせんとしているのだそれは効果的な苦肉の策じゃないか 第17章最後の鍵ブローニングの3号型剛捜査課長は感慨深くそれを手に取って眺めていた確かに最近発射された一発の弾丸の賭けがあった課長 G 自動車会社の技師という人が参りました午後の日が照るシーサイドビラ 海浜層内の応接室。そこの川張リ椅子に身を埋めていた豪警部のところに部下の刑事が取り次いだ。そう。じゃあ、テラスの方へ。そうして警部は手にしていたピストルを丁寧にハンケチに包むと、そしてポケットに入れて立ち上がった。義士というのは、機械屋らしい青年だった。 彼は警部を見ると女性風に挨拶した遅くなりましたいやご苦労さまでしたわざわざご足労をおかけしまして実は見ていただきたいと思うのはあそこにあるモーターボートのエンジンなんですがそして2人ははしご団を浮き桟橋へと降りていった ドローレスはこの午後広いヒステリー状態で手がつけられなかった検事たちはあくまで罪の追及を行おうと主張したが第一質問についての満足な回答も彼女から得られそうにはなかったのだこんな時彼女を責めるのはかわいそうですよ合警部は取り調べの延期の主張をしてちょうどその折商店で出張してきた永原ドクトルに 彼女に安眠薬の注射を請求したのだったそれで彼女は今すやすやと眠っていた豪華帳。浮き桟橋にいる豪華長はすぐ上から呼ばれた何だ長原さんがお待ちですが郷警部は上に上がった応接室には長原ドクトルがタバコをふかし の係長が腕を組んで歩き回って待っていたいや今ヘンリーの精神鑑定を済ましましてねそれを報告したかったものだからいやそれはご苦労でした3人はテーブルを囲んだ要するに彼は強度の神経衰弱症ですね激烈性憂鬱病の範疇に入れていいかもしれません 往々にして病的抑鬱状態から感情を激変し、攻防発作を発しがちなものです。もちろんこの種の患者の行為には、深い考慮と反省は伴わないから、心身喪失、すなわち、創発ないし麻薬性地方の意識混濁の場合を参考にしてやってもいいですかね。病状としては、平静は病物な陰性状態を示しているが、 何らかの事情で感情を高圧されると、たちまち他人を障害し、自らをも傷つけ、あえて帰り見ないという激烈状態を示し出すのです。発作後はどうなんですか熱心に章の係長は質問した。発作後は、ケロリと忘れてしまうのです。まるで夢を回想するような具合に。これは、 いよいよもってこと面倒になったわい。章の係長がうなった。以上、簡単ですが、これで私の診察は用をなしたでしょうか非常に満足です。章の係長が答えた。ありがとう。合計部が言った。長原ドクトルが去ると、 合計部は再びテラスへ出て行ったそこには機械技師の青年が立って待っていたどうでしたあなたのおっしゃった通りです青年は感銘に答えた間違いはありません一人になると合計部は深いしわを額に刻んで歩き始めた苦悩が まるで一歩ごとに彼の心に加わっていくような様子だった。課長、こんな具合じゃ、事件解決の目鼻も突きかねますね。何ですか、新聞記者どもが皮肉を言っていましたよ。新聞記者と応対していた長島司法主任が、困惑した笑みを浮かべてやってきた。いや、峠は越したのですよ。 ただ最後の鍵を求めるばかりなのだが合計部は疲れの現れた目を上げて答えた最後の鍵をそうですそれさえ僕の霊感にひらめけばよいのです事件は恐ろしく簡単になってきたたった一本の道が僕の目の前にはあるきりなのですしかしそれが まだ霞が先を隠している。ちょうどそこに慌ただしい足音がした。二人が振り返ると、多少顔を青ざめさせて走ってきた。課長犯人がついに自決しましたよ犯人が自決幾同音に二人が叫んだ。そうです。ヘンリーが、 室で医師しております。第十八章一人の公しヘンリーは永原ドクトルの診察後わずかの時間のうちに監視の者の目を盗んで自殺したのだった使用した紐は卓上電灯のコードでそれを引っ掛けた鍵は 壁の上の上ブランケットだった。もちろん場所柄から言っても他殺説は成り立たなかったなぜならば彼の部屋のドアは彼の死の前後の時間厳重に外から見張りされていたのだったから衣装はないだろうか室内はくまなく探索されたがそれらしいものは発見されなかったどうせ死ぬなら 白状して死ねばよかったのにな。捜査本部から出かけてきた W 検事が言った。白状するのに耐えかねて自殺したのでしょう。H 予心判事がはまを吹かした。事件はこれで自然落着ということになりますね。N 文書長は安心したように白ひげを撫でた。合警部は 初めて苦笑して口を切った。しかし、彼が自殺したからといって、どこに彼が犯人であったという証拠があるのですかもちろん、それはゴーさん。彼の自殺が証拠になっているのです。彼は両親の葛飾に耐えかねて自殺したのです。他に何の原因があるでしょう 憤然とした N 文書長が反爆したいや自殺の原因はそれではありませんよ彼は自分の持つ精神病の発作で自殺したのです警部は微笑したなんですって長原君の精神鑑定もとんだところで役に立ちましたがヘンリーの病的精神は ある秘密を心の中に保つ、その重圧に耐えかねたのです。じゃあ、課長は、ヘンリーが無罪だったというのですか確実に、彼は事件とは無関係だったのです。証明がどうしてできます。一同は警部に詰め寄った。銃声が聞こえたとき、 やはりモーターの爆音が聞こえていたこと。それからオイルの染みた足跡は階段に一度分しかついていなかったこと。それだけで十分です。それはひどい。それは完全に奴の手に乗ったというものですよ、課長。色をなして H 予心判事が叫んだ。爆音は耳に訴えた平凡な頑像アリバイ。 そして足跡は、ことさらそれを狙って作ったトリックですよ。そうだ。靴など、決して人間の足に縫い付けてあるものじゃないのだからな。ナブリューンジが共鳴した。じゃあ、足跡は、あなたの憶測が正しいとしておきましょう。だが、爆音の方はそうはいかない。なぜです モーターを動かしっぱなしにしておけばいいのではないですかいや人間が両手でエンジンの一部分を押さえちょうど具合いいようにバランスをとっていないとあの時の期間は絶対にスパークしなかったのです私は特に今日専門家に来てもらってそれを確かめることができたのですどうですそれでも彼にアリバイがないというのですか 誰ももはやそれには答える者はいなかった検事判事の責面はやがて一同の警部称賛に変わっていった失礼を許してください課長さすがは名探偵だと感服しますいやそれはまだ早いですよ事件はまだ解決の悲願にあるのですからねしかし 三人のうちの一人が控除されました。残るは二人だけになりました。しかし、事件解決の難獣さは、決してそれだからといって減りはしないようですね。警部はこだわりなく笑って、もう一歩さらに努力して、前進するんです。 第19章精神分析次の朝、豪捜佐賀長は重大な心構えをして、三度シーサイドビラ、海浜層の敷居を踏んだ。よく晴れたいい日で、庭には小鳥の鳴き声なさもやかましく聞こえていた。カーテンの揺らぐ窓際のアームチェア。そこに警部は、 自分とドローレスの快適な座り場所を設けたドローレスが久しぶりに快眠を得た安静な顔をして現れた軽い食事も無理に取らせた後とて顔の血色もピンク色に美しかったただ目が薬品の効果を如実に示して夢見る人のようにぼんやりしていたドローレスさん気分はどうかね 警部は恩用を示して微笑したありがとう大変よろしいのです案外彼女も晴れやかに答えたじゃあ今朝はゆっくりカフェでも飲みながら話をしてみないかねうるさいことでなければ警部は笑ったこれは先手を打たれたな そして部下を呼んでカフェを頼んだしかしこのスタートは大変効果的なようだったドローレスはいつになく心を許してすっかり警部の術中に乗っている様子だったドローレスさんやがて警部は切り出したあなたの愛人は優しいんだがひどく短気のようだねそれが あの人のたった一つの欠点ですわ。何気なく彼女はコーヒーのスプーンを置きながら答えた。でもあの人はあなたを心から愛しているようだね。私も感謝していますの。あの人はあなたのためならどんな犠牲でも忍ぶ決心でいるようだが。それは私だって同様ですわ。あの方のためなら。 しかし、ジョージも、現在のおじと争うなんて関心できないな。でも、正義があの人の方にあればそうも言えませんわ。全く怒るのも無理はないもの。そこを、あなたがどうにかできなかったかな。できるだけのことはしてきましたわ。けれど、あなたも、お父さんには随分遠慮もしなければならない立場だったからね。 それが辛いのですわ。私、お父さんにはあくまで父親に対する気持ちで対して行きたかったのですもの。あなたの親孝行は、雇い人の間でも評判だ。けれど、それは当然のことにすぎませんわ。あの噂、あなたは、頭痛してひどく不愉快だったね。いいえ。 散歩から帰るまでは愉快でしたわ。ジョージはそれは親切で。ジョージが外出した後、あなたは泣いていたに違いない。なんだかとても悲しい気がしていました。泣きなさはしませんでしたけど、ジョージの怒った顔ばかり目に浮かんで、たまりませんでしたわ。窓から賛美化が聞こえていたね。ああ、そうでしたっけ。 いつもニコライさんの家ではコーラスのお稽古をなさっているのです。あなたはそれからお父さんに呼ばれはしなかったのかしら呼ばれました。けれどこの時のことは考えても不愉快ですわ。私、用事を済ませるとさっさと部屋に帰って、その時こそ散々んん泣きましたわ。それからお化粧室へ行って顔を洗って、 と突然、部屋の外で激しい一発の忠誠がした。はあ、顔色を変えて、ドローレスが飛び上がるように立ち上がった。いやこれは粗相しました。ちょっと手が滑って。ドア口から章の係長の顔が覗いて中に挨拶した。気をつけないといけないね。 合計部は笑ったドローレスは額に汗を滲じませて呼吸を荒く弾ませていたところでドローレスさん今のピストルで思い出したがあなたはお父さんを撃ったから拳銃をどっち側から海に捨てたかね忘れました左側からだと下に浮き桟橋があるのだが 右側でした。ずいぶん遠くに投げたものだな。力いっぱい投げたのです。しかし、ピストルはテラスの前方のところから発見されたのだがね。あるいは前へ投げたのかもしれません。ただ、水にバチャンと落ちる音だけ耳にはっきり聞きました。拳銃は、 あなたの机のどちら側の引き出しに入れてあったのかね左側です。しかし、右側の引き出しも随分かき回してあったが夢中で、そっちに手が触れたかもしれません。よろしい、わかった。あなたはジェームス激殺事件の犯人ではない。あなたの恐怖していたことは、 ついに事実となって現れてきたのだああ神様崩れるように床の上に倒れ伏すと肩を震わして彼女はさめざめと泣き出した第20章キャタストロフィー ついに最後のドアまで剛警部は押し開いた。が警部はあえて早速犯人の逮捕の手続きは取ろうとはしなかった。確実な証拠でも得ようとするのか、午後になるまで警部は目前と思行し、または丁内を歩き回った。まったく起訴には歴然たる証拠がいるのだ。しかしなんと巧みなこの事件の犯人は、 ことごとく一切の証拠を隠滅し尽くしている。最後の好期ある努力。警部の脳髄は最高の働きをした。一時間、二時間、三時間。ああ、ポイントはここだ警部はついに絶叫した。彼の姿はテラスに飛び出ると、 ついかけのロビークイーンを室内に残したまま30分は帰ってこなかった課長は朝から物を言わないで考え込んでばかりいるがどうしたんだろう省の係長が退屈そうに部下の刑事と話しながら廊下を歩いてきたとテラスの入り口のところでドシンと衝突戦ばかりにう刑事と出くわした課長 どうしたんですか事件を解決させたんだ。大成功だ。警部は大元気で叫んだ。事件解決ですって一切評価いまずこの素晴らしいニュースを第一番にローザ夫人の耳に入れなくちゃ。ゴ警部は走るように夫人の部屋に入っていった。 マダムお喜びください。私は責任を果たしましたよ。何ですってローザ夫人はあっけに取られたように読書のテーブルから離れた。事件はついに解決したのです。当家には再び明るいほがらかな日が訪れることになりました。まあ、ミスターコウー。 夫人は西洋風に手を差し伸べて警部の方に近づいた。本当にありがとうございました。警部は夫人の手を軽く握った。今度という今度は私も苦労をしましたよ。そうでございましょう。本当にお骨折りで。もう少しでさすがに私も負けるところでした。 まあ。犯人は実に頭脳の緻密な人物でした。誰でしたのジョージ。えジョージやはり。ではなかったのです。ではない。もちろん違います。私はすでに彼を問題にしてはいなかったのです。 では誰だったのです奥さんその前にあのベッドルームのポーチェルを横に絞ってくださいませんか馬鹿に部屋の中が暗いじゃありませんかどうしてそんな要求をなさるのですかあそこには私のベッドが置いてあるきりですでも昼間から締め切る必要はありますまい私に開けさせてもらいます まあ、失礼な顔色を変えて行く手に立ちふさがろうとする婦人を軽くそばに入して警部はつかつかとポーチャルのそばに歩み寄ったいや幕を引くひもがないわいそこで警部は声を上げて笑い出した奥さんこいつはひどい手のかりでしたね どうして紐を元のところに返しておかなかったのですあなたは何を言うのです、一体。勝負はつきましたよ。奥さん、もう潔く兜を脱いだらいかがです強いて勾弁なさるなら、今握手の時いただいたあなたの指紋と、犯罪現場にうっかり印の残された指紋と比べてみるまでですが、 しかし、もうその必要もありますまい。第21章、演劇と機能ローザ夫人が犯人だった事件解決と聞いて捜査本部に集まった係官たちは、事の意外にいずれも呆然とさせられた。 まずどうしても納得できない W 検事がたちまち進み出て叫んだあまり突飛にも程がある第一我々は君の説明を聴取しなければ何とも信用することができないもちろんです合警部は悠然と微笑したではなぜにあの検技の濃厚な成就がそのように簡単に釈放されたのですか 長島司法主任が熱心に質問の口火を切った彼には取り調べるまでもない立派なアリバイがあったからです常時にアリバイそうです彼は教行当時現場にはすでにいなかったのですそれは彼が自分で言っていることだそしてそれは全く正しいのです 彼はあの朝興奮して帰宅した亡き父の遺産を横領して転倒している叔父への憤怒に燃えて彼は叔父を面責したがもちろん狡猾な叔父に刃が立つはずはなかった逆上した彼は2階にピストルを取りに走ったに違いないと私は想像するのです これは本人が復讐だ復讐だと叫んでいるところから彼に殺意が十分あったことが推察されるからですしかし拳銃は自分がドローレスに渡してあったのではありませんかだから幸いだったわけです夢中になって2階に駆け上がったものの拳銃はなかったのですああそうだったと思った時 テラスには銃声が響いたのですもっともこれは推測です確実なことは本人に白状させればわかるでしょうがいずれこの推測と大して変わりはないはずですしまた結果から言って別に問題にはならないのですそれで肝心なアリバイは銃眼が2階の滑り戸に潜入していた事実ですすなわち 今、扉のノブに手をかけて、そろそろとドアを引いてごらんなさい。滑り度はスルスルと滑って、壁の中に3寸4寸と隠れて行き、やがて銃眼のところまで来たとき、銃眼そのものは袋口に引っかかって、ぽろりと下に落ちるのです。ところが事実は、扉の表面から落ちてはいなかった。これは何を反証しておりますか 扉が開けられなかったのです。しかし、ジョージは2階に上がっている。しかも、表階段を利用せずに。はたと一同は膝を叩たたいた。わかりましたか。すなわち、銃眼は、ジョージがその扉の中に入ってから飛んできたのです。要するに彼は、事件を知った途端、 教皇はきっとヘンリーあたりによって行われたものと推察し、自分は沈黙主義を取ったのでしょう。明快だ。上理整然だ。一同はさすがに警部の解決に感服した。しかし、それではドローレスはどうして無罪かということをお尋ねになるでしょう。ゴー警部は続けた。実は、 これには私もかなり苦心したのでした。私は、あるいはかわいそうに彼女が真犯人ではないかとすら思っていたほどでした。けれど私が最後に行った彼女の精神分析、それで彼女の精神状態がすっかりわかりました。そもそも人間が恐怖心配を発表することのできない特殊な状態にある場合、 それは往々にして心的葛藤となって、その人を精神病的状態に陥れるものです。すなわち、心的刺激には必ず情緒が伴うものであるのに、その発揚が阻止妨害されるからです。そうした場合、これを自由連想等の手段で再経験させてやると、情緒はそれに伴って復活し、 自由で拘束のない表現が許され、すべてが重荷を下ろすような具合に発表されるのです。すなわち、心的戦場と言われるのがそれです。私はドローレスを極めて巧みに誘導しました。彼女は心の内に自分のあらゆる心理状態を再建しました。彼女の心的外傷は知らず知らず喚起されて、 それは結露を求めて外に表示されたのでした。彼女は愛人の短期を心配していた。そして乱暴の行為が取られることを恐れていた。しかし万一の場合、彼女は愛人のためならどんな犠牲でも忍ぶ決心でおった。これが彼女をアーマで沈黙主義に陥れていた理由です。こうしたことが明示される一方、 彼女はまた、洋服にもまた非常に優しい気持ちを抱いていたことも明瞭にされました。彼女が私の取り調べに泣いたのも、自分が犯人だと絶叫したのも、自分が洋父殺しの罪名を着なければならない苦しさのために違いなかったのです。私は昭野君に命令して、ちょうど彼女の連想が事件刹那まで来た時、銃声を一発鳴らせた。 彼女は事件の時と同じ状態をとった。彼女は愕然と顔色を変えて椅子から飛び上がったのです。彼女はもちろんジョージを犯人だと思った。それでテラスに飛び出ると自分が彼の罪を被る一生懸命の心持ちからことさら血だまりに自分の足を突き入れたのに違いないのです。 しかし、分析はよくわかりますが、少し抽象的すぎはしませんか ?H ンハ判事が頭をひねった。これはあなたにも似合いませんね。人間の心理がこれほど明瞭に暴露されているのをあなたは信じようとしないのですか私はこれ以上釈罪はないと思います。あるいはそれを認むべきかもしれない。 W 検事が言ったしかしそれはそうとしてするとピストルをテラスに持ち出した問題はどうなるかドローレスはその唯一の人物になるのだけれどいいな決して彼女はピストルを持ち出していない警部は落ち着いて答えた銃声とともに驚いて机の引き出しを開けてみたときには すでになかった。彼女は慌てて必要のない他方の引き出しの中までかき回してみたのですでも彼女は海の中にピストルを投げ込んでいるではないかところがピストルは海の中などから発見されたのではないのです潜水婦が私に海底にはなしということを電話で報告してきた時 私は事件後門外に誰も出なかったことを長嶋君に正しそれによって庭園内を探しついに庭の潜水の中から発見することができたのですではリリー百合の文字を暗示する LIL はどう説明するのです怪盗欄間一切を明白な解決の彼方になぎ倒された一同は ついに最後の疑問点に寄りすがった警部は初めて会心の笑みを浮かべたそこですそこが最後の解決の鍵を秘めていたのですまあ聞いてください LIL はリリーユリを暗示しているのではなくライラックを示していたのですライラックをそうです 私のインスピレーションがついにそれを教えてくれました。第一、銃声が響いた時アリバイのない人が三人いた。しかし、その三人が全部無罪ということになれば、犯人は一体誰か。私はもちろん、ローザ夫人を権威者の第一に押した。夫人は主人の愛情がドローレスに移ったことを恨んでいた。 そして遺産分配がやがて自分に不利になることをこの上ない重大事に思っていた彼女は巧妙な主人殺害の方法を思いついた決して自分が疑われないで済むというすなわち彼女はテラスのライラックの茂みに持ち出したピストルを装置した私はそのライラックの葉の数枚に 爆発ガスの火炎による焼け跡を認めたしなおその焼薬の端末で薄く染まった葉の中の一枚に一人の人間の指紋を明瞭に得ることができたのですしかし君はその拳銃の引き金を彼女が自分の部屋から紐で引っ張ったとでも言うのかいかにも彼女は紐を利用したのですすなわち自分のベッドのポーチェルの しかしもちろんそんな馬鹿げた方法を取ったのではありません。彼女はその紐を干潮で低下してゆくテラス下の浮き桟橋に引かせたのですよ。